はい、皆さんこんにちは、門馬美希です。今日は千利休通商物語74話です。73話の引き続きになりまして、千利休通商御神のお話、当法人スタッフバージョンとなります。彼は千利休通商と診断されて、千利休通商の治療を受けてきましたが、もちろん効果はありませんでした。ないけど千利休通商って診断されてますから、ずっと千利休通商のお薬を飲んだりして治療をしてました。で、いつしか病院を変えて、その時に筋ジストロフィーだと診断されました。で、病院のネットワークを遡り、筋ジストロフィーの初期症状が20年前からあったっていうことが分かったそうです。ただ彼の場合は20年前に脊髄損傷事故でやっちゃってるんで、いろんなことが重なって運が悪かったのかなって気もします。運が悪かったじゃ片付けられないけど、でも千利休通症だって診断されて隠れた筋ジスが見つかってなく、千利休通症の治療を受けて、もう進んでから筋ジストロフィーだってなっても、もうかなり進行が進んでいて、治療も難しい。治療してますけど、やっぱり病気って早く見つかった方が治療も効果出やすいですから、どんな病気であっても。だから誤診って怖いなって本当に思います。私なんかは自分の体が痛くて病気っていう発想にもならなかったので、痛みの病気があるのねって知ったのが自分が診断された時なので、その後からいろいろ勉強して、痛みの病気ってすごくいっぱいあるんだなって知ったので、やっぱり千利休通症って言われてもセカンドオピニオン、サードオピニオンって大事だなって思います。私は一回治験の病院で千利休通症ってたまたま診断されて、で治療を治験には参加できなくて、ただ治療が始まったっていう感じなんですけど、でもそこの病院がちょっと信用できなくて、で違う病院に行ってセカンドオピニオンを兼ねて行ったんですけど、そこでもそこは千利休通症の専門病院だったので、きちんと診断されました。でその病院の中でサードオピニオンしたんですよ。それで千利休通症ってもう3回目も言われたので、間違いないなと。違うな。転院して院長先生が見てくれて、で院長先生が千利休通症ってちゃんと診断してくださって、で私の症状を見て主治医を決めてくださって、でその先生がもう見てくださって千利休通症って言われて、でちょっと別の先生にもその後見ていただいて、で、4回やってるんだ。4回とも線筋痛症って言われてるんですよ。もうこれは間違いないなって思って治療続けてきましたし、最初の治験のクリニックとは違って全然治療方針が違うので効果も出ましたので、安心して通院できてました。なので誤診は怖いです。誤診は怖いのでなんかドクターショッピングされてる方すごく多いと思うんですけど、自分が適切な治療を受けるためにきちんとしたお医者さんを見つけて診断してもらうことが大事だと思います。あ、長くなっちゃった。ごめんなさい。今回はじゃあここまでにいたします。誤診に関する内容はまた引き続き続けていこうと思っているので、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。では失礼します。